トットバートラム・バンスティーンゼルは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州、シドニー出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのグアダラハラ・マリアッチス所属。2009年6月23日にフィラデルフィア・フィリーズと契約を結び、プロ入りを果たした。同日に、サンカルキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズへ配属された。12試合登板し、2勝1敗。 防御率5.83、29奪三振を記録した。その後、対談。2010年は、どの球団にも所属しなかった。オフには、母国オーストラリアのウィンターリーグである、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、シュドニーブルーソックスに所属した。6試合に登板し、0勝1敗、防御率7.94、7奪三振を記録した2011年6月6日に、 ミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。6月20日に、サンカルーキー級、エリザベストンツインズへ配属された。13試合登板し、5勝2敗、防御率5.68、58奪三振を記録した。オフには、A ビールに参加し、ブルーソックスに所属した。11試合に登板し、防御率3.32、25奪三振を記録した。 2012年4月4日に保留選手名簿に登録された。2012年はオランダの野球リーグである夫フ婦フとクラッセのコレンドン、キンヘームでプレーした。6試合に登板した。同年限りで対談した。オフには A ビールに参加し、ブルーソックスに所属した。15試合に登板し、2勝3敗、防御率3.50、23奪三振を記録した。 2013年は、どの球団にも所属しなかった。オフには、A ビールに参加し、ブルーソックスに所属した。15に登板し、0勝1敗、防御率3.50、22奪三振を記録した。2014年2月6日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。開幕前の3月2日に、ニューサウスウェールズ州シドニーで初めて、 オーストラリアで開催された MLB 開幕戦の前に開催された親善試合であるオーストラリアンチャレンジのオーストラリア代表に選出された。シーズンでは4月1日に延長スプリングトレーニングへ配属された。4月26日に3回 A 級シーダーラピッツカーネルズへ配属された。23試合に登板し、0勝0敗8セーブ、防御率1.30。 45奪三振を記録した。7月7日に、参加 A 級フォートマイヤーズミラクルへ昇格した。16試合に登板し、1勝0敗1セーブ、防御率1.52、26奪三振を記録した。オフの11月14日に、第1回21優野球ワールドカップのオーストラリア代表に選出された。11月7日の日本戦に登板し、敗戦投手となっている。 また A ビールに参加し、ブルーソックスに所属した。7試合に登板し、0勝0敗にセーブ、10奪三振を記録した。2015年4月26日に、サンカルーキー級、ガルフコーストリーグツインズへ配属された。ただ登板はしていない。4月28日に、参加 A ミラクルズへ昇格した。5月6日に延長スプリングトレーニングへ、配属された。5月7日に、 参加 A ミラクルズへ復帰した。最終的に参加 A ミラクルズで46試合に登板し、2勝4負13セーブ、防御率2.32、81奪三振を記録した。オフには A ビールに参加し、ブルーソックスに所属した。12試合に登板し、0勝0敗5セーブ、17奪三振を記録した。 2016年1月28日にブルーソックスで共にプレーしたトレント・デントニオ、デビッド・キャンディラス、ウェイン・ラングレンと共に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本選出場を決めている。シーズンでは開幕を参加参加 A 級、ミラクルズで迎えた。6月4日に 同年のフロリダステートリーグウォールスターゲームに選出され、2年連続2度目の選出を果たした。参加 A 級ミラクルズでは39試合に登板し、4勝2敗後、セーブ、防御率3.46、50奪三振を記録した。8月18日に、参加 AA 級チャタヌーがルックアウトに昇格した。参加 AA 級ルックアウトでは5試合に登板した。オフには、 エビールに参加し、ブルーソックスに所属した。7試合に登板し、0勝1敗3セーブ、8奪三振を記録した。2017年開幕前の2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。2018年8月7日に FA となった。2019年は北米独立リーグのアメリカガソシエーションに所属する。 セントポールセインツでプレーし、3勝2敗16セーブ、防御率4.33の成績を記録した。また、プレミア12のオーストラリア代表に選出された。2021年3月3日、メキシカンリーグの新球団であるグアダラハラ・マリアチスと契約した。テイラス・ウィーフトのファンである。ありがとうございます。